どうも、キスケです。ということで、ドラゴンボールレジェンズ公式さんが、新キャラクターのヒントツイートをしたということで、そちらの方を一緒に見ていこうかなと思うんですけど、これですね。まあ丸が光ってます。あの青色から赤色になってるのか、まあ、赤色から青色になってるのか、まあ、その辺はちょっとわからないんですが、タップしてもちょっと変わんないですね。わかんないんですが、まあ、どっちにしろまあこういうシーンがあったんでしょうね。うん、まあ、それか、シンプルにもう赤と青色のキャラクターを出すか、さすがにそれはないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、リプラン見てみると、まあ、やっぱり結構面白い、示唆をしてる人がいて、まあ、一番多かったのがこれ、ゴジータ4、まあ、ゴジータ4、イーシンロンの攻撃を蹴っ飛ばして、まあ、青色のエネルギーに変えるっていう、まあ、そういうシーンがあったんですけど、まあ、そのシーンなんじゃないかっていう、まあ、だからフェスティバル一発目の目玉キャラクターはゴジータ4なんじゃないかっていうお話ですよね。で、次に多かったのが、ウルトラ元気玉悟空ですよね。うん、まあでもこの元気玉悟空に関しては別に赤色要素ないんですよね。思いません？まあ、だからそのイーシンロンに打ったから赤色なのかって聞かれると、いや俺はそんなことないと思うんだよな。元気玉悟空に関してはシンプルに青色の玉だけで表現するんじゃないかなって思ってて、これわざわざ赤色にしてるでしょ。まあ赤色から青色にしてんのかちょっとわからんねんけど、っていうのを考えると元気玉悟空ではないんじゃないかなって思います。で、次がこんな感じ。はい、暗い十兵衛カメハメハっていう時のシーンですよね。うん、この悟空も、まあ、結構、予想してる人は多かったかな。まあ、確かにめちゃくちゃかっこいい、うん、めちゃくちゃかっこいいけど、また悟空4かよってならないですかね。どうですか？ぶっちゃけ俺はちょっとなる。やっぱりその緑の悟空4も覚醒したし、リミテッドの龍拳悟空4も覚醒したし、でフェスティバルの目玉で悟空4来る？もうお腹いっぱいじゃない、さすがに。っていうのを考えると、さすがに10倍カメハメハの悟空4ではないんじゃないかなって僕は予想しますね。で、次これ、はい、まあ、GT つながってるんですけど、まあ、悟空が大猿になる時の目がこれなんじゃないかっていう、あれです。はい、まあ青色の月を見て大猿になる瞬間の、まあ、赤い目を示唆してるんじゃないかなっていう、そういう予想ですね。これも結構多かった。だからつまりはレジェンダリーフィニッシュとして金色の大猿になってボコボコにするみたいな、実際も大猿ベジータっていうさ、そのレジェンダリーフィニッシュ専用で大猿が出てくるっていう演出はもうやってるんで、まあこれはもうない話ではないかなっていう、うん、感じかな。まあ金色の大猿になって吠えてみたいな、そういう演出が、まあ、レジェンダリーフィニッシュに、まあ、ふさわしいのかなっていう感じはしますね。で、次がこちら。はい、あ、まあ、次がこちらっていうか、これあれですね。はい、金色の大猿になるよっていうことです。で、まあ、シンプルに、まあ、冒頭でも言った通り赤と青色のキャラクターが来るんじゃないかっていうことで、こちら、まあ、ゴッド悟空からブルー悟空に変身する、まあ、悟空が登場するんじゃないかっていう話ね。まあ、実際のところそのゴッド悟空ってさ、キャラバリエーション少なすぎひん？まあ、3体いるのか。でも赤色と体力上げの赤色とバインドの紫と無料の緑、確か3体だけですよね。まあでも3体もいんのか。まあ、3体いるとして、ゴッド悟空のレジェンダリーフィニッシュ持ちっていないんで、まあ、実際このタイミングで来てもまあおかしくはないのかなとは思うんですけど、まあ、レジェンダリーフィニッシュやったらこれブルー悟空っていうことになるのかな。ゴッドからブルーになるもんね。だからまあその辺は分かんないんですけど、まあ、シンプルにこういう示唆をしてる人もいましたね。ただ、さすがにこれはないんじゃないかなって思います。うん、さすがに GT つながり、うん、この中から来るんじゃないかなって個人的には思ってて、じゃあキスケはどれ推しなのかっていうと、まあ、悩ましくはあるんですが、
この2つかな。この2つ、この2つが一番可能性としては高いんじゃないかなって思います。ただね、またゴジータ4のレジェンダリーフィニッシュがなんかお祭り時に、目玉キャラクターとして登場するのかって考えた時に、まあ、若干の怪しさを感じるんですけど、僕その予想でね、新しい要素が来るぞっていう動画を上げたんですよ。ここ最近、昨日やったかな、ちょっと忘れちゃったけど、前回のフェスティバルは初めてのタッグキャラクターでしょ、で初めての3倍ガシャでしょ、すごい盛り上がったじゃないですか。で今回のフェスティバルの直近で、あのビースト来てるわけですよ。ビーストで、ビーストを超える何かをフェスティバルで出さないと盛り上がらないよね。はいはい、じゃあ結局フェスティバルにビースト出しときゃよかったやんけってなっちゃうと、まあ運営としてもね、面目が丸つぶれというか、ちょっと残念な感じになっちゃうんで、まあ、レジェンズ最大のイベントって歌ってますからね、うん、歌っつってもあのワンピースの歌ではないんですけど、やっぱそういうことを考えると、まあ、ゴジータありえるんじゃないかなと思ってて、でどういうゴジータ4を出すのかっていうと、変身するゴジータ4です。変身じゃないか、合体するゴジータ4だ。バトル中に合体するんですよ、まあ、メインアビリティなり、まあ、レジェンダリーフィニッシュなり限定なり分かんないんですけど、まあ、メインアビリティなりで、合体してゴジータ4として途中から戦えるようになるみたいな、だメイン合体みたいなね、新しい要素が、次のフェスティバルで来るんじゃないかなと思います。でやっぱフェスティバルなんで、さっきも言った通りレジェンズで最大のお祭りなんで、イベントなんで、まあ、新しい要素を組み込んでくるんじゃないかなって考えた時に、やっぱ、合体ゴジータ4が一番可能性高いんじゃないかなって思います。それが初めての大猿実装これはもうドヒャーですよ、自分が操作してるキャラクターが豆粒みたいとかさ、全然相手のキャラクター見えへんなみたいな、まあ、そうなってきたらもうそれはもうあっぱれですけど、さすがにね4周年でヒルデガンああいう出し方したんで、まあ、大猿をなんか主要キャラクターとして出すのはさすがに考えられないんで、さすがにね金色の大猿悟空ではないのかなっていう感じかな。やっぱ一択っていうか、まあ、僕の予想、僕の中だともう合体ゴジータ4が最有力です。これ以外ないんじゃないかなって思うんだよな。どういう形で出すか分かんないですよ。普通に悟空4アシストベジータ4でメインアビリティで合体する、まあ、もしくは、悟空4&ベジータ4のタッグキャラクターとして、まあ、何かのタイミングで合体するとか、メインアビリティはないんでタッグキャラクターチェンジアビリティになっちゃうんで、その辺どういう落としどころにすんのかなって考えた時に、まあ、分かんないんですけど、それはもう運営の腕次第っていう感じだとは思うんですけど、合体ゴジータ4来るんじゃないかなって思います。ここまで GT 盛り上げといてヒントは GT じゃねえよみたいな、何その斜め上の発想みたいなことはないと思うんだよな、さすがに。いやでもありえんのか、ここの運営だと。そう、わかんないな、わからんけど、まあ、おそらく GT のキャラクターを、まあ、ヒントとして出してると思うんで、ゴッド悟空からブルー悟空になるっていうのは、まあ、可能性としてはなくはないのかなっていう感じはするけど、まあ、僕の中ではないかなって、思います。これは合体ゴジータ4だと思います合体ゴジータ4だと思います。いろんな予想あるとは思うけどね、いろんな予想あるとは思うけど、さすがにフェスティバルでそんなことするかなっていう。けどまたリミテッドのゴジータ4かってなるんだよな。まあでも合体するから決まったわけじゃねえけど決まったわけじゃないけど、まあ、合体するとしたら、まあ新しいから、まあなくはないのかなっていう感じか。はい、どうですか、皆さんはこの画像で何を思いつきます？まあなんかリプラン見てみると結構面白いもんで、普通にブルー海洋圏なんじゃないかみたいなそんなわけないやろって突っ込みたくはなるんやけど、まあ、中にはキラベジ&ブルー海洋圏のタッグキャラクターとかさ、そっちはまあありえそうやなとは思うんやけど、まあゴジータ4でしょ
ということで、皆さんの予想をね、コメント欄に書いてってください。よければチャンネル登録・高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。